株式会社教文館は日本の東京都中央区銀座4丁目に所在する出版社、書店。1885年創業の老舗現在の社屋は銀座通りと松屋通りとに面した場所に構える。2011年12月現在、路面店として営業をしている銀座で唯一の書店である。書店業としては狭い面積ながらも 各界ごとに個性ある売り場を展開しているのが特徴である。プロテスタントのキリスト教を基盤とする企業で文書伝道を目的とする一面も持つ。主要株主である公益財団法人日本キリスト教文化協会は日本キリスト教協議会の加盟団体である。教文館ビルは地上9階。 地下2階の鉄骨鉄筋コンクリート構造で、アントニン・レーモンドの設計により1933年12月に、竣工アールデコ様式の建築で、完成当時は、銀座通り側に、洞屋があり、銀座界隈で目立つ建物であったという。当時のアールデコの衣装の内装は、現在もエレベーターホールの壁面装飾などに残る。 松屋通り側の入り口中央にある回転扉は、現存する銀座で最古の回転扉とされる。日本医師会会長を務めた、竹見太郎は、教文館ビル内に、自らの診療所を設置していた。隣接する敷地には、日本聖書協会が所有する聖書館ビルが建つ。松屋通り側入り口及び、 各階のエレベーターフロアを共有しているため、一見すると一つの建物のように見える。一階、和書部入り口一階と二階では、一般書籍を販売。各種雑誌のバックナンバーの在庫が豊富なことでも知られる。三階では、キリスト教書を販売。キリスト教書専門店としては、国内最大級の売り場面積で、プロテスタントのみならず、カトリック、正教に至るまで、 あらゆる教派の書籍を扱っている。2015年1月から、洋書部が移転。外国語訳聖書、キリスト教、西洋古典関係の書籍を主に販売。4階の、エ遠ンカレムでは、カードカレンダー CD などのキリスト教雑貨、典礼用品、教会学校用品、観光葬祭用品を販売。美術関係の祭事が行われるギャラリーも併設。隣接する。 カフェ教文館では引き立てのコーヒー、紅茶、洋菓子などを提供している。6階の子供の本の店ナルニア国は自動書の専門店でロングセラーから新刊書まで約1万5千冊を取り揃えている。ありがとうございます。